ポケモン色違い絵日記。10月1日土曜日、ポケモン GO で写真を撮ったら黒いトリミアンが出ました。とてもかっこかわいかったです。あと持ってなかったヒスイドレディアも光ってよかったです。10月4日火曜日、アルセウスで大大大発生を回ったら全然関係ないメガヤンマが光りました。最初音だけ聞こえて誰が光ったのかわからなくて不思議でした。10月5日水曜日、今日はアルセウスをたくさんやりました。そしたら新しい色違いが3体も手に入りました。特にヌメールの大量発生に向かう途中でヌメラが光って驚きました。10月6日木曜日、大大大発生でチュリネが2体同時に光ってすごかったです。1体はソードで進化しました。ヒスイウィンディも出ました。ソードでダイマックスアドベンチャーをやったらスカタンクが光りました。ムシャーナを選んでいたらなぁ。10月7日金曜日、ダイマックスアドベンチャーでアローラペルシアンが光りました。交換でもらったことがあるので持ってたけど嬉しかったです。10月8日土曜日、息抜きにアルセウスを少しやったらサイドンが光りました。よかったです。10月10日月曜日、いつも通りソードでルナーラを狙ってダイヤドをやっていたら間違えて居場所の記録を消してしまってショックでした。でも諦めずシールドでまた探します。10月13日木曜日、37周目にやっとルナーラの巣穴が出ました。でもその間に色違いは出ませんでした。息抜きにアルセウスをやったら5体のうち2体が自然遭遇だったので運がいいのか悪いのかわかりません。10月14日金曜日、今日もアルセウスをやりました。チュリネがまた光って次何か光ったらやめようとしたら全然出なくて、2時間くらいやって自然遭遇でやっとエイパムが光りました。10月15日土曜日、午前中アルセウスであまりパッとしない色違いが3体出ました。午後はポケモン GO で人もしのコミュニティデーをやって6体光りました。人もしもランプラーもシャンデラも持ってなかったのでよかったです。10月17日月曜日、ソードでダイヤドをやったら前回のペルシアンから140周ぶりに色違いが出ました。計算したらだいたい500体は見たことになるので運が悪かったです。でもその次の次の週でついにルナーラが光りました。すごくかっこよくてよかったです。10月18日火曜日、ずっとヒメグマ系統を狙ってアルセウスをやっていたけど来月のコミュニティデーはヒメグマらしいのでアルセウスで狙うのはやめました。まだ一体も光っていなかったのである意味良かったです。ムーンで仲間呼び連鎖をやるために X でオーロットを捕まえついでに群れバトルで色違いを粘ったら183体目で光りました。そして教え技のためにデータが消えたままだったウルトラムーンを最初からにしました。10月21日金曜日、今日から色違い無限ダイナのシリアルコードがもらえるので早速もらいました。ソードとシールドで1体ずつもらえてよかったです。10月24日月曜日、ウルトラムーンでチャンピオンになってタイプヌルをもらうときにふと思って調べてみたらブロックルーチンがかかっていないことを初めて知りました。
突然の固定リセット開始でストーリーが中断してしまいました。10月25日火曜日、ソルガレオ狙いでダイヤドをやったらタイレースが光りました。とても可愛い色で良かったです。ルナーラからソルガレオになって勝率がすごく下がりました。苦戦しそうです。10月26日水曜日、やっぱりタイプヌルは後回しにしたいのでボックスを埋めがてら国際孵化にチャレンジすることにしました。息子にミルクをあげながら片手でやってたら276体目でメテノが光りました。光るお守りなしでも早く出てよかったです。国際孵化で500以下は初めてかもしれません。10月28日金曜日、国際孵化は単調なので気分転換にアルセウスをやったらたくさん光りました。ピッピが光ったけど本当はピーが良かったです。でもその後初めて翡翠ハリーセンが光りました。10月29日土曜日、今日は大学の友達の M 君と K 君が家に来て遊びました。 K 君とはよくポケモン GO をやります。次会った時色違い同士で交換する約束していたのでカブルモをあげてムンナをもらいました。10月31日月曜日、ウルトラムーンのボックスはまだ埋まらなくてムーンで国際孵化を続けています。アルセウスで気分転換しました。アルセウスはすぐ色違いが出て精神衛生上とてもいいです。